ハいサイ内縄の三流ユーーーチュバのアドベンチャー沖縄です本日はですね先日沖縄県内で行われた成人式の暴走についてメリットとデメリットをご紹介したいと思います成人式といえば毎年ですね新成人の方がですねマーク X などをですね 不正改造しししてて暴暴走走すする行行為がが多発しておりまま今年も暴走が行われましたということでとってもしょうもない内容になっているんですがこの成人式の暴走行為のメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。まずメリットをご紹介したいと思います。メリットとしては有名になれる点です。僕アドベンチャー沖縄のように ほとんどの方が知らないような無名な人でもですねインターネットで拡散されたりテレビで放送されることにより山口県の迷惑系 YouTuber ヘズマさんのようにですね有名になることができますそして有名になることによりビジネスや収益などでお金を稼ぐことができ生活することができます これはかなりのメリットです。ヘズマさんがかつて悪名は無名に勝ると言っていたように無名な人は何もできません。しかし悪い意味でも有名になることによってビジネスをし生活していくことができます。そのため成人式で暴れることはいいか悪いかは置いといてビジネスとしては成り立たせることができます。まあここで言うビジネスとは まあ迷惑系 YouTuber として活動するようなことですねメリットの方をご紹介したんですが続いてデメリットの方をご紹介したいと思いますメリットよりはデメリットの方が多いですデメリットとしてまず一つ目は車が必要なためそれなりにお金がかかることです成人式の暴走といえば近年はマーク X を買ってきててき不正改造をしてオープンカーのようにして交差点でですね信号無視などをして暴れまくるのが流行っているんですがマーク X を買う必要がありますまた不正改造をするために車を切るような道具を買う必要があるのでお金がかかりますその他これを誘導するバイク警察車両が来たときに警察の 取り締また車を走らせるためには自賠責保険などに入る必要があるんですがこの自賠責保険に入れなかったとしてもガソリンが必要になりますガソリンを入れないといけないため結構お金がかかりますねちなみに暴走中にパトカーが来るんですが捕まるとですね この不正改造したマーク X は没収されるようですマーク X はグーネットというサイトなどを見てもですね最安で20万ぐらいするので結構高いですよねこんな暴走行為ってお金がないとできないみたいですちなみに僕はですねお金があったらですねランボルギーニを買ってですね 沖縄バスの77番を毎日ダイヤ検証したいと思います燃費悪そうですねどうでもいいことをしゃべりましたが <laughs> 続いてのデメリットはですね犯罪を起こしているため逮捕され前科がつく可能性があり今後の就職や進学に影響が出る可能性が極めて高い点ですねこれはどういうことかと言いますと 暴走する時にです、ね、バそののぼりにですね暴走している人のです、ね、本名を書いております。僕も暴走しているのを実際に見たんですけどそしてその様子はです、ね、Twitter や Instagram などでかなり拡散されます。そのため有名人になっているので。 まともな企業に入ろうとしたらですね企業に悪いイメージを与えるためかなりの高確率で採用されないと思います僕がですね企業の経営者ならですね前科がついた人をですね採用したくないですね3つ目のデメリットはですね事故を起こし人を怪がさせる可能性があることですね、えー、今年の暴走行為でもですね 事故がありましたニュース映像にもなっていたんですが浦添市でですね屋根のないマーク X がですね対向車線を走っていた乗用車にですね激突しそのまま逃走しましたけが人がいたかどうかは分かりませんが交差点に赤信号で突っ込みぐる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 回って暴走するとですねやはり車や歩行者に当たる可能性が あり事故になるとですね乗っていた人がですね首を痛めたり腰を痛めたりなどする可能性があり大変危険ですねまた当て逃げはですね木下東京都議以外の人がやった場合ですね大体ですね実刑を食らいますかなり重い犯罪です成人を迎えたばっかりの人がですね これだけの違反や犯罪を起こすと刑務所にいる期間がですね長くなりますいくら有名になるとはいえデメリットはかなりでかいと思われます個人的にはですねマーク X を買って改造してギャ,ギャー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 騒ぎまくるのは大いに構いませんが交差点の真ん中で暴れたり 当て逃げするのはですね、ぜひともやめてほしいですね。沖縄県警はですね、これを取り締まって、ぜひともですね、撲滅を目指してほしいと思います。また、裁判所もですね、このような暴走をした新成人の皆様にはですね、重い罰を与えていただきたいと思います。また、本人たちは、撮影されることによって、 喜んでいますさらには旗を掲げて本名を出していて名前も世間に知ってほしいようですその願いを叶えるためにはですねあまり期待はしておりませんがマスコミの皆さんにはですね是非とも実名報道をしていただきたいなぁと思っておりますということで本日は 沖縄県内で行われた成人式暴走のメリットとデメリットについて僕の個人的な意見も踏まえながらご紹介しました再生回数稼ぎの動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございましたぜひランボルギーニで77番を検証できるよう頑張ってまいりますのでチャンネル登録と低評価と拡散の方を よろしくお願いいたします。チャンネル登録と低評価と拡散の方、よろしくお願いいたします。フォルクスワーゲンアドベンチャー沖縄ワーゲン